介したい2人がいます。はい、中島智美さん、はい、で中島ありさちゃん、お、はい、よろしくお願いします。もしかして、もしかして親子ですか？そう、やばい、すごい親子でゴルフって素敵じゃん。素敵なんとですね、はい、私はですね、智美さんと関東ミッドアテンドの予選で一緒だったの。そう、一緒で一緒だったの。何この、うまい、いやいや全然全然、お母さんで子供さんがもうでっかいって言われて、でっかいって言っても小学生とかですかって聞いたら、二十歳超えてなってってなって、で調べたらインスタも出てて、うんうん、もうチェルシーぜひ出てくださいって可愛いしね。そうなの、美人ママに美人のね。そうなの、それでスカウトして連れてきちゃいました。さすが。ちなみにちょっとだけ質問していいですか？お母さんのベストスコアはおいくつですか？ベストスコア70です。だけど本当に70奇跡の日って感じ。じゃあありさちゃん、私は92なんですけど、でも普段は100切りできるかできないかの境目ぐらいなので。すごいね。そうだね、こんな綺麗な親子がゴルフ場に。目立つね。いいよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ともみさんのクラブセッティングは、なんかどういうこだわりがあったりするんですか？どういうこだわり、パッと見エピックって感じですね。とりあえず今エピックがいいかなと思ってエピックを使ってて。え、全エピックですか？あ、うん、アイアンは違ってて、あのアイアンは普通のキャロウェイ、エイペックス、うん、ウェッジもキャロウェイ、全キャロウェイですか？あ、違うか。そう、これだけが違って、あとはキャロウェイ。なるほど、メンズですね。そうですね、全部ね、メンズ。ウッドが3本ですね。そうですね、5、7、357で UTT が2本、 U5 と U6 で、アイアンは6番から P まで、はい、で50、58。そうですね、うん、はい、じゃあありさちゃんのセッティングに、ありさちゃんのセッティングはオウムですかね、はい、ワシじゃない、ワシかな、ワシ、イーグル、あ、イーグル。メーカーがゼクシオ、ゼクシオです。全部アイアンだけゼクシオで、うんうん、ウッドとかがキャロウェイで、ドライバーもキャロウェイです。お、キャロウェイ、XR だ。はい、全部 XR、 ドライバーも。これメンズですか？メンズです。おー、メンズのウッドで、アイアンはメンズ。すごいな、すごいね。ちょっとアリサちゃん、ちょっと想像つかないパワーの持ち主もしかして。うん、うん、で、この全部お母さんのお下がりで。なるほどね。アイアンだけ買ってもらいました。なるほど。へー、これまた楽しみです。で、ユーティリティがバーナーが、テイラー。あ、テイラー、はい、バーナー、バーナーですね。それはレディスね。じゃあウッドが2本 ?7 5と7か、57、はい、ドライバー、ユーティリティが2本、2本、56、ダイアンが7からかな。はい、はい、了解です。ありがとうございます。左狙っちゃうとすぐ池あったりワンペナ入っちゃうので、少し右目の方がいい。ダフったけど、左はね、あー、ジャンプしたけど、最初からやった。入ってたら横からできるので、はい、ナイス。よいしょ、右はいいです。お願いします。はい、お願いします。ふい、低い球、まあまあ、低い、低い、なんか朝一飛ばないから、9番でワンペでした。え、うん、でもいいよ、乗りますよ、乗るよ、乗る、乗らない、
でも近い。クラブが硬いかな。寒いから今日。うん。止まえ。今日は寒いからみんなカチカチだ体がまだ。トントンアプローチ。グリーン長いね。うまい。さすが。ナイス。ボギーパットかな。いいよ。早いか。来たんじゃない。来た。早いわ。まあ開始入る。入れないと出だしトリプル。大丈夫。ありがち。ナイス。ちょい。オッケー。はい。いやでも来てたよ。そうだ、ね。強かったか。すっかり冬のゴルフって感じ。色が。おいいよ、ナイスショー。いいね。バッチリや。バッチリです。お、いいよこれも。フェアウェイ。降りてけ。うん。あ、間違えた。ズームしちゃった。うん、ナイスショー。よく一緒にゴルフするんですよね。そうですね、よく一緒に。あのお父さんもするんですか。お父さんもして、へえ。この1年ぐらいやっとやってくれるようになったんで。へえ、ゴルフ好きですか。なんかやっと最近楽しくなりました。わかる、辛いよね最初ね、はい、ついていくの必死みたいな。さあ、純ちゃん最近ベストもどんどん更新しています。お、いいよ、ナイスショー。この辺かな。お、来た、ナイス。そうそう、始めたきっかけは、そう、旦那さんのおすすめで始めて。そう、でも最初はもう全然なんか楽しいとかじゃなくて、なんかやってるだけみたいな、それなりに楽しかったけど、今みたいには全然そんなハマってなくて。いつからそんなになんか競技出ようとか、その楽しくなってきたんですか。なんか5年ぐらい前からなんかすごいゴルフやる友達とかが増えて、うんうん、それで競技出ようとかなって、でそこからなんかどんどんハマってったって感じ。どんどん深みにハマって深みにね深みに刺激がみたいな。アリサちゃん170ぐらいある。私172あります。おない。入るな。おー、ナイス。いいよ。言うこと聞いてる。さんの1打目のロングパットが取れてませんでした。いいよ。いいよ。ナイス。ナイスパー。ナイスパー。ね、
ジですごい。あのね、グリマールうまい。珍しいな、じゅんちゃん。そんな日もあるのね、じゅんちゃん。ちょっと、体が曲がりません。戻れ、戻れ、戻れ、ジャンプ。うん、ナイス。下流ね、めっちゃうまくない。私もでも YouTube の練習動画とかめっちゃ見る。ですごい迷うみたいな。迷いますよね。アリサちゃんはお母さんに習ってるの？私はなんかプロのなんかレッスンに通ってて。なるほど。これはむずい。下がって登って。おうまい。うまいうまい。でも今もう紙一重で超ナイスオンだったよ。うまい。あ、なんか変な。はい。お、惜しい。ナイス。惜しいです。バーディーチャンス。お、いいんじゃないですか。あ、ナイスパー。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。